あの先日の週末の怒涛の3連休が終わって、そしてまああの相変わらずいろいろ忙しいただうちでございます。あ、川名さんどうもこんばんはありがとうございます。えー、っと田村さん、えー、ありがとうございます。よろしくお願いいたします。こんばんはでございます。はいあのいつもですね金曜日にさせてもらっているうるわしなら通信なんですが。 今日はちょっと明日お出かけしますので一日前倒しでございます。で、えー、まああのー、私、私にとってのそのお盆行事というか、まあちょっと一足早い帰省という感じなんですけれども、この日曜日にシリーズ点表があるのを忘れていて、<laughs> 忘れてたわけじゃないんですけれどもね、なんかね、私いつもシリーズ点表っていう、シリーズ点表っていうのをやってるんですよ。 あの7回かけて奈良時代のことを話し,話し倒すという、あのー、で、それの、まあ、毎週毎、毎月最後の日曜日の夜にやるみたいな感じの設定でしてて、だったんですけど、なんか知らんけど、今月だけ私、一周早く設定してて、で多分そのイベントがしたかったと思うんですよね、もうなんか半年前の私の気持ちなんて知り合い知りませんけどね。で まあ、最後の週はあのちょうど今鹿寄せっていうのをやってまして奈良公園で暑い季節ですのでなかなか観光客の方もお出ましにならない時に何かしよっかなみたいなでこう鹿をホルンの音で呼び寄せて餌をまいて、えーまあ、鹿寄せっていうのをするっていうのがあるやってるんですね今もやってるんですよ。今週末だけですかね でまあ、それを見に行って、まあ、ご飯でもみたいなのをしようかなって考えてたんですね年間スケジュール見るとそういうこと書いてるんですよ、まあ、でもね半年前の私はこんなに暑いっていうことに、まあ、認識が至っていなかったわけなんですよねそれ去年も暑かったんですけど今年も尋常じゃない暑さですよねだから割とね7月の末に予定していたイベントとかを勝手に個人的キャンセルとかにしてて <laughs> えーっとですので、えー、7月23日に予定していたお地蔵さんのやつもひっそりひっそりというかもう作ってないという「行きたかった」って言ってた「春子さんごめんねやっぱ暑いからやめとくわ <laughs>」という手たら卓なんですけれども、えー、でまあそれが最初あったからあの天平が1周前に前倒しになって。 あ空海様とか平城京のお話のやつをこうもうなんか頭おかしくなるなと思いながら作ってで天平も今頑張って必死でやっておりますはい間に合うんでしょうか間に合わさるしかないんですけれども尾形、えー、さんどうもこんばんは今日もよろしくお願いいたします、えー、村見さんこんばんは東京では暑い中でしたがとても楽しかったですありがとうございますまた行きますね えっとはい私がまた東京でいろいろイベントしたいと思ってますのでよろしくお願いしますねえー、梅,雨梅雨明けしましたねそうですねやっと明けましたねでまあ明けてくれたせいかちょっとこう涼しいとは言いませんけど湿気が少しマしな気がしますけれどもねまあ暑いは暑いんですけれどもね爽やかな感じがいたしますえー、っと朝田どうもどうもこんばんはいつもありがとうございます えー、ふまさんどうもこんばんは。ようこそでございます。体調大丈夫ですかね。藤、え、田、ー、さん、どうもこんばんはいつもありがとうございます。ようこそでございます。はいというわけで、えー、もう8時過ぎてますね。うるわしなら通信です。まあ、もし初めての方がいらっしゃいましたら、まあ、奈良のことをなんとなく話す30分番組でございます、まあ。そんな端にも棒にも引っかからないことばっかりをなんとなく喋っている上に、 今日は雑談会といううこととでもう雑談と名を付けたからには、まあ、奈良というこの基本路線はこう目配りしながらも奈良以外のことも何でも喋ってもいいという,、うんこうね、私がそういうふうにはい一切の縛りをなくしてる時ですので、うんまあ、お役に立たないのはもちろんですけれども本当に有益なことは何もありませんので、まあ、なんとなく聞いててください。 最初何の話からいきましょうかね。あのーえー、っとあ空海の話題で反応しました。真言宗の僧侶と神職の二足のわらじをしております。ありがとうございます。そういえばあれですかね。前回も来ていただきましたかね。ありがとうございます。まああのー、そうですね。じゃあせっかくですから、東京での空海様のお話から。 えっと、タイさん、こんばんは。今日は暑さもちょっと楽です。えー、先日は3 5度私死にそうでした。それは死にますね。岐阜、そんな暑いんですね。えー、っと、鶴崎さん、どうもこんばんは。たてべさん、今日奈良行ってました。あ、マジですか鹿さん、バンビちゃんたちがかなりいて可愛かったです。あのー、六園というところで鹿が保護されてるんですけれども、生まれたばっかりの赤ちゃんとか、 妊婦さんのねお母さん鹿が保護されててで出産してしばらく、まあ、ちょっと大きくなるまで預かっているところがありましてそこが最近あの解放されたんですよね、えー、どの鹿さんたちも野に放たれ自然の中で生きていくのだということでこう全員外に出たはずなんでだから多分通常よりのもう鹿さん小鹿ちゃんがねいっぱい見れる頃ですかねはい。 えー、ぜひ皆さんもですね今ちょうど奈良公園の鹿さんはカのコ模様がとても綺麗で、えー、若草山の緑とか芝生の緑に生えてとても綺麗ですのでぜひね見に来てくださいねあの小鹿さんはねあの人の匂いがついたらお母さんが育児放棄してしまいますのでくれぐれも触らないように徒歩から見るだけにねとどめて楽しんでくださいはいはいあ田村さんやっぱり前回も来ましたありがとうございます。 もう本当にねそんななんかこうお役に立つことは何もなくって <laughs> 恐縮なんですけれども <laughs> はいそうなんですよでこの間の東京の航海様のイベントまあ割とご好評いただいてそう今回私東京のイベント行く時に若宮さんに満席になりますようにってお願いしたんですよね皆さん奈良でこう個人的な 願いを叶えたい時は「若宮さんですよ」もうバッチリ叶えていただきますよ。ね、若宮さんのおかげで満席いただきまして、えー、結構その当日の,あの飛び込み参加みたいなのも含めてだったんですけれどもいっぱい来ていただきましてありがたかったですね。で空海様のお話はまあ私自身もそのまだまだ勉強の始めというかやっぱりね難しいんですよ。 こうことなくこんな感じみたいな、まあ、そういうことはこうお話しするんですけれどもこう私は僧侶でもありませんしその真言宗のね深いところまでそんなになんかお勉強してる身でもないので、まあ、あくまでもこう一般論として空海様という方をどんな風にそえたらいいのか。 お手紙ですとか、こう、透明な先生が書かれた解説本とか、そういったものを継ぎはぎして、分かりやすく、とにかく分かりやすくお話をね、する空海様っていう方の輪郭を分かっていただいたら、これからいろんなところで高野山行かれても、当時に行かれても、ならもう空海様の 足跡がいっぱいありますので、そういったところ行かれた時になんかこう。自分なりにイメージが育む育む育めたらいいかな。みたいな。そんなことをね。ちょっと思いながら、あの語らせてもらいましたね。さすが若宮さんですよね。はいはい、あえ、緒方さん、あの水屋さんのアーカイブ、<laughs> それだいぶ前ですね <laughs>。そうなんですよ。ちょっとお参りしてたらね。あのインタビューなるものを受けてしまいました。 えー、森さんどうもこんばんは先日はびっくりしましたね <laughs> ばったりあったんですよで、えー、今回その空海様のお話をするにあたっていろいろその縁深いなって思うことがあったんですよねそれがまあその自分自身がお勉強するためにまあそのいろんな本を取り寄せてで図書館にも行ったりして まあ、私がまずこう理解できるようにいろんなご本を読ませてもらったんですけれどもその時にですねあのー、高村薫ってあの作家さん皆さん知ってますかねでその高村薫っていう作家さんが昔レディー・ジョーカーとかあの小説書いてた頃私すごく好きだったんですよでよく読んでたんですよね。でよく読んでて でその,あの高村さんのまあその追っかけっていうか5本出されたら大体買って読むみたいなそんなふうにこうはまってたんですわ。で、えー、たまたま図書館に行って、まあ、とにかくその検索でね弘法大師空海みたいな感じで、あのー、こう検索してで読んで、えー、いろいろ片っ端からやってる中で。 高村薫作の,その空海様を語るみたいなそういう本があったんですよね。ええー、と思ってあのー、高村薫が空海様について書いてるんだと思って全然知らなかったんですよ。で最近私がまあそのこうちょっと小説あんまり読まなくなっちゃったっていうのもあって追っかけきれてないっていうのはあるんですけれどもまあでもその高村薫がが 後悔様なんだと思ってでそれすぐ借りて読ん,だんですよ、ね、そしたら高村薫がまああのいろいろあの人もやっぱりすごい調べて書く作家さんなのでいろんな高名な先生の本をあの借りて、えー、なんかあの読んで,でそれを元にして自分なりに組み立てた あの空海様像っていうことについて語ってる本だったんですけれどもその時の本の冒頭に空海様の研究の第一人者としてこの先生とこの先生は外せないみたいなそういったことをあの書かれてたんですよ。でえー、なるほどねと思って高村薫がそういうふうに言うっていうことはやっぱその高名な先生のやつが一番いいんだと思ってでそれを じゃあ早速読もうと思ってこう取り寄せてこう開いてみたんですよね。でその時にその2人挙げてた先生のうちのお一人の名前がなんか見たことある気がするこの文字面今まで私知らないけれどもなんか知ってる気がすると思ったんですよ。で本をが届いて開いて奥づけとかその作者がどんな人なのかっていうのを見ていたら私が去年あのー 諏訪の小光寺さんっていうところに呼んでいただいて、まあ、イベントを手伝わせてもらったんですね去年諏訪がその神仏集合に関するまあその御仏を今まで非公開だった御仏なんかを一挙にこうご公開するという、まあ、そういう節目の記念的なことをされてて。で 諏訪の岡谷ってところの正光寺さんも素晴らしいその秘密の仏を持っていらっしゃるのでそれをお見せする今だけ見せて差し上げるっていうその記念の一環で仏像っていうかまあ仏教とかそういうことの話をさせてもらったんですけれどもその岡谷の正光寺さんの,あのまあ今現住職まあ若住職のおじい様がま 多分おじい様だと思うんですけれども、その高村薫がこう書いていた空海様研究の第一人者だっていう、そういう方だったんですよね。うん、そういえば名字が一緒。で、お坊さんって、その漢字一字を師匠から弟子にこう上げていったりするじゃないですか。その、あの、与えられる一字がまさに同じだったんですよね。で、これ、あの、岡谷の商工寺さんのところの、私がお話しさせてもらった、あの、住職さんの、 あのおじい様がそのひんおじい様かだっていうのが分かって「おひどひゃー」みたいな「出会っていた」かっこ読んでないけど諏訪ですでにその空海様の研究第一人者の人と私は間接的に「出会っていたのだ」っていうことにその時気づいていやなんて言うんですかねいい意味でねぞっとしたんですよね。 あのー、もうすでに私と空海様のご縁は始まっていたね <laughs> こういうとこ言うのがねアホかって感じなんですけどねですのであのー、まあすごくそのご縁を感じたんですずっとその奈良に住んで奈良だけを追いかけてきててでやっぱりその当時今度当時行くんですけれども当時のこととかもちょっとその自分のこう範囲の外っていうんですかね えー、そういう感じだったのであんまり勉強も進んでなくって空海様もやっぱりあんまりよく分かってなかったしまあそれは勉強してないからなんですけれどもそれがなんかこうある種のね引き寄せの法則っぽく私の周辺に、えー、なってきてちょっとねすごくこうご縁を感じてるんですよね。えっ、ー、と。 森さんがねあの時ほんとびっくりでしたよねあのよくお声かけてくださいましたね。あ川名さんが持ってらっしゃいますか空海さんの著書まだ読んでないですがあの私も結局その岡谷の正光寺さんの,あの若住職のおじい様かひ、まあ、おじい様が書かれたあの5本をこう手に取ったものの難しくって本当 <laughs> 難しくって <laughs> ちょっと挫折しましたね。 えーっとああ、えー、大川さんが今週のノート皆さんもぜひ職場のボーリング大会のためアーカイブでありがとうございますボーリング大会あの今なおなんですかねわざわざコメントありがとうございます、えー、ノートのことはまた後でお話しさせてもらいますねえー、っと水尻さんどうもこんばんはちょっと遅れての参加ですありがとうございます えー、木原さんんんどうもこんばんははいはい、えー、ちょっと話題が出たついでにあの今私がその今週末のシリーズ「天平」がまだ終わってなくって何に追われてるのかっていうとこのこの間の週末の東京で、えー、平城京の話と空海様の話をするっていうのでレジュメをどっさり作ってわーってなってで帰ってきてすぐに昨日「あのニコ生」でも言った「 奈良博で開催中の京都の南奈良の北側南山城をテーマにした展覧会が素晴らしくってでその展覧会のことを私なりにまとめたノートを書いたんですね。で普段んズームとかでこう,こういうところぜひ見てほしいんです私ここがすごく好きなんですっていうことを語るんですけれども、えー、ズームで語る暇がちょっとなかったのでノートで 文章で書いたならばいつでも誰でも読めるであろうと思って書いたらこれがもう書くのが大変だったの本当に大変だったのもうなんか文章を書くってすごい大変ですよねもう本当に、えー、また書きますけど <laughs> 考えたことを趣里滅裂にならないように文章を書くってすごい大変ってもう半分泣きながら頑張って書いたノートが今リンクに出た えー、やつでですのでもしご興味があったら、えー、奈良の南山城店見に行く方がいたらぜひ東京でも巡回しますので東京での巡回展を見に行く方もちょっとは役に立つかなと思うのでぜひ見に行かないという方もすごく頑張ったからぜひ読んでほしいよろしくお願いしますというやつが今リンクに出てますのではい、えー、よろしくお願いします。えー、広田さんんんどうもこんばんは今日だったのですね あのいつも金曜日なんですけど今日だけちょっと明日用事があるので、はい、前倒しでやっております。えー、あ立部さんが南山城のやつ見に行ってたんですね。はいはい3時間見てました。見ますよね。はい。まあそういうわけであの、まあ、非常に私にとって期限を感じるという空海様のことでございました。で えっと最初、私何を言おうと思ってたんだっけななんか話し始めたことがあった気がしたんだけど何だっけえー、っとあ立部さん、本当にいい文章でつづる、えー、語るって大変感動しましたありがとうございます。 はいえーえー、っともしかしてあれかなあの今ね今さっき言ってたねその南山城のノートのやつが、えー、2つしか売れてないのなんだこの手は <laughs> たくさん読んでもらえたら嬉しいんですけれどもまだ2つしか売れてないのであのー、私の方から えー、どなたが買ってくださったのかわからない感じなんですねあのお名前とかがペンネームとかだったりしたらですので、えーえー、あ西川さんどうもこんばんは、えー、間に合いましたようこそですまだまだ半分ぐらいです川名さん買わなきゃすいませんねいつも川名さんには本当にお世話になりっぱなしで申し訳ございませんあのでも、えー、ちょっと頑張りを見てもらえたら嬉しいなということで。 はい、もしあのペンネームでお求めになってくださってで買ったよっていう方がいらっしゃったらよかったら私に直接「私が買いましたから」って是非言ってくださいもう五体投地して不思議拝みますので、あのー、どうぞまたよろしくお願いいたしますはいでえー、っとあ堀江さんだどうもこんばんはよろしくお願いいたします ちょっと最初何か私言いかけたんですけど何言おうと思ったのか分かんなくなっちゃったので、えー、用意していたもう一個の話をしますね話題が全然変わるんですけど、あのー、読書をしています、まあ、本は商売道具なんでよく読むんですけれどもまあ基本的に今必要なものばっかり読んじゃうんですよで え先日またあのこの間も喋ったと思うんですけれども私のイベントによく来てくれる三好さんっていう方がなんかいろいろ本をくださってで三好さんはあの渋い本をいっぱいくださってもうこんなのもう絶対売ってないだろう絶版だろうみたいなのをくださるんですよね。 なのであの、これをおすすめしたとて、皆さんがの手元には入らないかもしれないから、まあ、よた話と思って聞いててほしいんですけど、えー、中井さん、どうもこんばんはいつもありがとうございます。今、手に持っているこの本がですね、朝日新聞社が編集をしている、えー、古事再,現再建、えー、古いお寺を再び見るという、そういうタイトルの、 モノクロの、まあ、お寺解説仏像解説の本なんですよねでえー、っとまあ古い御仏に絞って紹介しているで一応全国のお寺を紹介しているという本なんですよで私もこの本を初めて見たしうんこんなんがあるんだと思ってでまああのこう書かれている内容とかは まあまあ、こういう本にありがちの、こうよ、よくあると言ったら失礼なんですけれども、え、それは知らなかった、そんなものがそこにあったんだっていうのはあんまり、まあ、ないんですよね。でも、やっぱりこの古いご本っていうのは、写真も古かったりするから、今はわからない景色、もうなくなってしまった景色とか、あ今はもう後ろに建物いっぱい建っちゃってるけど、昔は田んぼだったんだとか、何にもなかったんだとか、あ ここは全然変わってなないんだ何か,かそういうのを見たりするのが楽しいんですよね。で私も今回この本をいろいろ見てて、えー、なるほどなぁと思ったんですけれどもなんかこの本がこう楽しいんですけどよくも悪くもも写真が変なんですよもうね、えー、おそらくこの作者の方も編者の方ももうおそらく奇跡に入られてるかと思いますので。えー 遠慮なく言いますけど、変なんです。すごく写真がでね。例えば秋篠寺が選ばれてあのー、ここに載ってるんですよね。で、秋篠寺といえば、あのー、例えばえー、まヴ、あ、ィーナスの像と。名高い。あのー、義兄天様がいらっしゃるとか。 あとこの間もうちょっと前になりますけど私が話題にしたあの大炎明王様っていうなかなか恐ろしい感じの秘仏がいらっしゃるとか、えー、そういうことがメインのはずなんですけれどもなぜか秋篠寺のメインの写真がこれ礎石のその柱が入るところのポッチがドーンと来ている。 何なんですかねこれはねこのあの作者の方はこの秋篠寺といえばこの礎石であろうと思われたんですかねうん謎だって感じなんですよね。で冒頭に書かれているのが時代を語るんですけれども「えー、ご用の方はこの鐘を叩いてください」「手のひらに乗るほどの赤さびた可愛らしい鐘が栗の軒先に据えられていた」。 備え,付きの備え付けの木づで打つとチーンと澄んだ音が響くいかにものっそりとした風に姿を現した、えー、住職が寺巡りも1年生の時は大仏さん2年生は法隆寺3年生で薬師寺や東招大寺へ行く秋篠寺,寺へ来るのはまあ45年前はハはハはハハって言ったって言うんですけどこれ当時の小学生の遠足なのかな小学校1年生で えー、東大寺2年生で法隆寺行って3年生で薬師寺とか唐招提寺に行って秋篠寺には45年生がやってくる昔の45年生そんな渋かったのみたいなね <laughs> 今秋篠寺って言うともう確実に大人がこういろんな情緒も兼ね備えて 昔は仏像とかちっともわからなかったけど最近はようやく分かってきましたよ秋篠寺の良さがみたいなそういうところじゃないの秋篠寺って小学校4年生とか5年生みたいなそういう中高中高年じゃないわ <laughs> あのななんだ45年生のことなんか高学年じゃなくって低学年じゃなくてその真ん中の何か言い方あるじゃないですか中学年で会ってたそうななのみたいな とかがねなんか変だなと思って面白い <laughs>、えー。えすごいハードカバっぷりですね。そうなんですよ。もうなんか年季を感じますね。発酵年が昭和35年とかでしたね。えー、経系店ほんと美しいですよね。ね、でもね、なぜか礎籍なんですよね。あと、他のお寺さんもいや、 それじゃないでしょうっていうようなものがそのメインビジュアルとして出てきてるんですよね。海流王子さんも出てるんです。で海流王子さんというと、あの、まあのま切り金模様が非常に美しい十一面観音様がいらして、で、あそこは何と言っても奈良時代の小塔があるんです。あの非常に小さい塔が。 でもその本物の五重の塔とかと全く同じ作りをしていて一体何のために作ったのかわからないけれども当時の五重の塔の建築っていうものがよくわかるっていうのでものすごくその注目されている塔があるんですけれどもやっぱ海流王子さんって言ったらこう昔のね遣唐使なんか海の旅に出る人たちをこう祈りで守ったそういう場所 えー、そして平城京の端っこにあって隅寺と呼ばれて玄坊さんなんかがそこにいたっていうそういうこととかあと今申し上げた五重の聖刀があってそれが本当に素晴らしいとかそういうところが一番のこう見て取るべきとこだと思うんですけどこれは違うんですよ。炊事米 <laughs> いや炊事塀は素晴らしいんですよ。米もも、ね、古古いいのは、ね、本当に古いから ああのー、価値があるし、えー、入江太吉先生なんかも追事兵の写真を撮っていい作品たくさん残してらっしゃるんですけどでもねこの帰り王子さんの追事兵ね何て言うのかなあの何、ー、だろう追事兵が悪いわけじゃないんですけどもっとメインビジュアルとして持ってくるもんあるだろうっていう <laughs> このツタがいっぱい這い回っていてなんか。 こうな,なんだろうもうちょっとなんか <laughs> なんかないかなっていうねえあが海流王子さん人気ですね海流王子さん海流王子さん海流王子さん大好きです、えー、七尾さんだ七尾さんだもこんばんはようこそですへい好きですうんそうね私も好きなんですけどねでもその海流王子さんを代表する写真だったらもうちょっとなんかないのかなと思ったりしたことを 今ちょっと愚痴っぽく言っております。えー、っと、その本読みたい。あ、本当そっか。じゃあ、あの、今度水尻さんこれ貸しますよ。<laughs> えーっと、あたしさん、おお、出遅れました。こんばんは。はい、もうちょっと、もうそろそろ終わるんですけれども、ようこそです。目のつけどころがちょい残念。その本もう一回教えてくださいませ。えっとね、えー、タイトルが、孤児再建。 古い寺が再び見ると書いて「古事再建」という書物で昭和38年5年じゃなかったですね昭和十八年五月20日発行、えー、発行どころは朝日新聞社ちなみに定価600円です <laughs> まあこれ多分もうアマゾンの古本屋さんコーナーぐらいにしか、あのー、ないやつかと思うんですけど うん、まあでも面白いからもしあの見たい方がいたらあの今度私と会った時にちょっと順番こに貸しますからよかったら見てください。ねまあそのいろんなねご本があってしかるべきなんでこう結局メインビジュアルがこう一つに絞られちゃったら個性がなくなっちゃうから俺はちょっと違うのをやるぜっていうそういうことかなと思うんですけれども。 えー、東大寺とかも大仏殿が出てるんですけど東大寺さんの写真がこれなんですよね。いや東大寺はやっぱりなんて言っても大仏さんでしょうよそれが大仏伝の守備っていうタイトルで出てるんですね。<laughs> 大仏殿のシビは全然いいんですけど私も大好物ですけど金色のシビをいただく壮大な大仏殿のイラカっていやイラカをこうメインにするんだったらそのイラカがよくわかるところもうちょっとあるだろうとシビ <laughs> も金色に輝くってこれカラーじゃないから白黒で金色に輝くっていうイマジネーションをこう発揮させるってことなんですかね。えー、というわけでこの「古事再建というご本が あのー、あえ尾形さんがアマゾンで94円ですって皆さんあの <laughs> 買いかどうかは分からんけれどもアマゾンで94円だそうですすごいですねちゃんとあるんですねありがとうございます今日は笑えるはいなんか昨日の「ニコ生」が「真面目ちゃんすぎた」って言われたから今日はちょっと真面目要素なるべくなくそうと思いました ででもなななんかかニコ生とと真面目なことを話さない私は一体どこで話したいこだわりの話をすればいいのえー、ちょっとしゃあに構えた方なんでしょうねそうですねはいはいというわけで30分経ってまいりましたもう今日もあまあでも今日はあれですねこの「古事再建」が94円で買えるっていうことが分かって、えー、皆さんのお役に立ったかもしれません はい、えー、っと「ニコ生はオタクの話でいいと思います」ありがとうございますその言葉を励みにさらにオタク道を邁進してまいろうと思います、はいえー、では来週の「うるわしなら通信は」はえー、っと手帳が私どこにあったピンクの手帳そこにないこっち カバンかなあごめんあの向こうの多分あの布バッグの方の中の分あの、テーブルの向こう側のすいませんごめんねありがとうはいありがとう。はいありがとう 来週うん来週いやどうしようかなうん来週もちょっと金曜日の夜用事があるんですけど 終わってからにしようかな。来週の漆なら通信、金曜日、8月28日、金曜日です。で、えー、少し時間帯が遅いかと思います。9時半とかからやるかもしれないです。えー、9時半とか10時になるかな。またあの、時間決まったら言いますね。えー、来週は7月28日、金曜日の、えー、夜、ちょっと遅めの時間帯に開催いたします。 えー、川名さんが昨日のニコ生めっちゃ良かったですよ。ありがとうございます。もうなんかもう川名さんがそう言ってくれるんだったら全部よしにします。アマゾンで買いました。早っ <laughs> 続編もありました。マジでちょっと続編の写真が気になりますよね。さらにうがった写真になっているのかどうか、えー、私もポチりたいところです、えー。来週の金曜日あれですね。東大寺で下女絵がありますね。下女絵って あのこの夏を健康に過ごせるようにというあの血の輪くぐりを東大寺さんで、えー、下女絵と呼んで、えー、放映がありますので、はい、もし来週あたり東大寺奈良、まあ、にお越しの方は28日金曜日は下女絵がありますのでよかったら大仏さん大仏殿もお参りな,なさってくださいね。はい えー、そんな感じですかね。はいはい、あのー。というわけで、さっきも申し上げていたノート、よかったら南山城の展覧会、奈良博のやつを見に行かれる方は、えー、ちょっとはお役に立つかと思いますので、よかったら読んでください。よろしくお願いします。でこの日曜日7月23日曜月は シリーズものなんですけれどもシリーズ「天平」の第6回目検討のお話をしておりますで基本的にあのシリーズ「天平」は一個一個独立してお話作ってますので、えー、もし遣唐使気になる方いらっしゃったら、あのー、見ていただいたら、あのー、いかに遣唐使という人々がすごくってドラマに満ちていてそして数奇な運命をたどったのかということがよく分かりますので えー、よかったらこちらもお見ていただけたら嬉しいです。こっちはズームでやっております。はい。えー、っと、天平の方のリンクも貼れますか、うん、ごめん。あの、私のホームページの方が一番わかりやすいと思う。今、リンクが出るかと思いますので。 はい、ノートニコ生でも言われてたやつですね。そうですすすそうでででニコ生で、えー、割としつこく言っていいたあれですはい、出ましたオンラインイベントーズームでやります遣唐使秘話ということで奈良時代を作った、まあ、大きな役割を果たした遣唐使たちについて語りたいと思いますのでよかったら来てくださると嬉しいです。 えー、今回もおご視聴いただきましてありがとうございました。いよいよ佳境に入ってきましたね。そうなんです。シリーズ「天平」もう全7回中6回目がね終わろうとしてるんですよね。でまあ割と私的にすごくこう気合いが入っていた分そのどの回も自分的にこう外せないというか こう7回もあったらやっぱりその濃ゆさ薄さみたいなのが出るんですけれどもこれに限っては割とどれもこれもこう欠かせないことばっかりしゃべったかなという気がいたします。えー、全部アーカイブがついてるやつで年内いっぱい見ることができますのでもしもご興味がある方がいたら私の語る天平時代のことをこ知っていただければと思います。 はい、西川さんありがとうございますどうぞねよろしくお願いしますね、えー、では来週は7月28日金曜日ということでまた来週もよろしくお願いいたします、えー、暑い中まだまだあしんどい日々が続きますけれどもどうぞ皆さんご自愛くださいねはい中居さんも暑いから気をつけてくださいね今日もありがとうございました田田内香里の奈良ガイド ししなら通信でございましたはいマキさんどうもありがとうございました。工、え、事、ー、再建どうぞゆっくり楽しんでご覧になってくださいね。えー、水尻さん今日も楽しかったです。ありがとうございました。こちらこそです。七尾さんありがとうございました。堀江さんありがとうございました。 はい。ちょっとあのコメントのね。タイムラグがあるので、あのこの後コメント書き込んでくださった方が拾えなかったらすいません。えー、ふまさん、どうもありがとうございました。えー、中居さんお疲れ様でした。川名さん、いつもありがとうございます。では終了いたします。おやすみなさい。ありがとうございました。